そう。なんかすごい木漏れ日の中を歩き寄ってます。なんかあの鹿児島のあれ思い出す、アートの森。いやいや松ぼっくりじゃないの。公園的な感じやね。うん、何やろ。ダルパンチ？ボタンの季節は？ん？ボタンの季節。知らん。あれボタン？秋じゃない？世界を旅する植物。いい季節に来てましたね。バーバブが描いてる。うわ卵の木、なんか丸い可愛い実がついとる。すごい色やねこれ。うわーすごい、これほんと自然の色がこんななるんやね。めちゃくちゃ綺麗。翡翠かずら。
おお、すごいね。すごいね。普通にティラピアの色も違うよ。コブダイみたいな。こういう種類なんよ。ティラピア。フロントーサ。おお。でかっ。でかっ。先の裏側いいね。何これ、ね、え、かわいくね、釣り物みたい。花花芽なのかな、これは立ち上がったの、すごい。ユニアミメグさん、バオバブ、これがバオバブ、すごい。でけえ。でかいね。何これ。ねじれと、あ、これ。ひこちゃんのこれ。すごい。ねじれと。バルボフィラムマキシム。コブラ。確かにコブラっぽい。え、これなんか嘘みたいじゃん。なんかさ、葉っぱとさ、合わんくないかな。色合いがね。そうね。サボテンゾーンがある。うわぁ。うん。南国ですね。のどかやね。これなんかあれ、鹿児島のあそこにもあったやつ、オリーブなの、ほんと高いねこれ、うん、ビヨーンって振り返ったらびっくりした。アンドラ葉っぱがボトムツリーや、今園芸屋さんで売っとったやつし、かわいいね形が。ボトムツリー買うか。中国アジアゾーン、ミャンマー、これあ、これ俺が星が取った中国の植木鉢やな。中国鉢、中国橋かっこいい。盆栽やね、これ。カリン。こんなでっかい鉢あるんだね。かっこいいこれ。虎の、虎が書いてあるこれ。なんかさ、幹もすごくない、下の方。うん、かっこいいね、これ。これ面白い、でもこれ。好きそう。これ好きな。上に苔が生えとんのがいい。入ってみて。
ご飯もらえんやろね。寄ってきたね。もう見限られた。土地がさ、土地が有り余っとる。ものすごくクオリティや。さすがやん。あ、寄贈されてる。カピバラも。かわいい。こいつかわいい。目に力がある。力がないと思う。いいね。カピバラ動物。え、やばい。ん？サルしかおらんくない？猿中心や。猿しかおらんや。これもうモンキーパークやここ。猿しかおらんや。猿中心やここは。ペリカンおるやなかったっけここ。あいつからの今日。いやさっきのあそこじゃないの、入り口におったやつじゃないの。全然おらんやと思う今日は。お。すごいすごい。自然の姿って感じやね。すごいね。ここいいね、伸び伸びとしてうん楽しそうめっちゃいいね、すごこの顔面白いね。この人って望遠レンズで見ても、うん、グレートコールメスなんだ。いつでも脱出できそうな環境だけど水がそんなに嫌なあいつ元気やね。あいつだけもグレートコールしなくて。うわ、うびっくりした。そう沈む結構怖いよ。死んだと思った私。俺さっきめっちゃびっくりしたもん。また水没したかと思った。いますね。おじいちゃんみたいな。見てますねこっち。なんか歯ってきてる。渋い。渋いね。綺麗、うん、でも綺麗だね。いい顔しとる。うん、いい絵ねこれ。うん、ネットモンキー。ちっちゃ。自分人間ごとに出すんだ。人間っぽい感じすれば、つむじがあるよね、髪。つむじがある。だ、上の人、上のお猿はさ、人っていう。上のお猿はちょっと癖毛やけどさ、下の人マジストレートヘア。下の人、下の人ね。うん、ストレートヘア。本当。髪の毛あるよね、これ。うん、髪質がすごくいい。キューティクルがあるもんね。ストパイ。分ごとに飼ってるからすごい。普通さ、一振りしか。そっか。あ、おらんくなった。なんか取ろうとしろ、外のやつ取れるか。あ、見よる見よる、かわいい。いけるね、かわいい。いけるね。なんか寝ちゃうくぐるの好き。普通にカワソウと、うん、カワソウ。ちょっと揺れよね。怖い。あ、あ、
近いね。ポンポさ、あれじゃない、かわいいね、かわいいね、かわいい。ポケ食べるの、やっぱりそう、うん、お天気いいからね。セール入れるっぽいね。うわぁ、すげぇ、すごいね、すげぇ、ボロボロになってる椅子。ここに石炭クッ入れて、そうやろね、首型じゃね、こんなんで走るんやね。すごい、すごいよ、ね、これ、すごい。うわ、あ、これほら、照明のスイッチ、すごいね。これすごいね、綺麗に、ね、そうね、あの髪が逆立っとる作品見たら引き返して帰っていいよ。すげえ。すごい、ほんと昭和の匂いが。うわぁ、うわすごい、すげえ、うわぁすげえ、この飯17分もかかるらしい。すげえ。え、すごいねこれ。伊勢海老ラジコン。ちょっと欲しいけど。これなんか謎のなんか恐竜オリジナルの商品みたいな。それ何？パンダ？そう見て、右に全然行かない。操作してるのに。長沢ガーデン多分。いや、この長沢ガーデンのね、キーホルダーとか可愛い。キーホルダーとか。T シャツとかいいよね。欲しいなら買おう。ちょっと使うこれ。キーホルダーとタオルいいね。タオルもでもあれからさ、もったいなく使えないよね。そうなんやな、結局。すごいね、これどんな味がするの。自販機コーナー、そう、うどんの自販機食べてみる、食べましょうか。あ、長沢ガーデン手作りのだし、うんうん、そこやね、両方天ぷらうどんやけど、天ぷらうどんは天ぷらうどんプリってね、うん、ランプのついた、あ、どっちも、あ、怖い。ティッシュが詰めてある。怖い。じわーってなんか。え、こっからうどん出てくるの？だって、もう。でも、お、すごい。おお。天ぷらはどこに？なんか下に具があるって書いてる。お箸が入ってる。唐辛子と。いいね、面白いねこれ。面白い。薬味がぶちまけられてる。これ薬味か。手がびちゃびちゃになるんやけど。普通にちゃんとしたうどんだね。混ぜるか。
天ぷら掘り起こそう。うん、何天ぷらだって、エビ天？分からない。かき揚げ？うわ、かき揚げやね。エビも入ってる、うん、美味しそう。いただきます。あ、普通に美味しいよ。勉強中って書いてある。落ち着いてていい。うん、うん、わお、でかい。おにぎりがでかいんだよね。おにぎりがでかい。すごい。広くない？めっちゃ広い。クジラがいいね。お、本当に気づかなかった。すげえ。